設定時間70分です。難問ですよね。超人ってなってるか、超難問の一つですけどね。ではとりあえず1から順番にいきます。でメモは最低限。やってる途中でなぜ最低限の2つとか1つになるのかがよくわかると思います。そうすると一番簡単なんですよね。1からいきます。1111で、ここに1があるからどっちか1111111もないね。で2イージーミスをしないことですね。この時に2が立て22はいないね。333あとは3ここね。ということはここが3になる。33もうないね。次44ないな。55ないね。56ここが6ですね。667結構厳しいかな。これ77もうないじゃない。7 8でここが8でここが8。お、8がサービス。88でここが88でここが88とここが8で8があるから88でこの列が88があるから88こんな感じですかね、はい、で9ないな。9ないな。ないよークラッとは脳みそ使えやな。いっぱい使わないかな。1239ここ、少ない残りが少ないとこからいきます。1239 1が消えた。1が消えたってことはここが11は間違いない。239で次ここ3498がない。3439か。でここに9がないってことはこっちが9やな。99やな。38え3489やね。38やね。こういう時は素直に33やな。だから9。9で9。9。
かじゃあ。1が置いてくるね。1、3がこうあると、ここが1、3だ。ここはこれが消えて、で残りが7か。数えんというか脳みその中で数えてたね、一生懸命だな。たった9しかないのにな。ここ1しかないんだよ。で、6が出て、6、6、6、ここ6あるから6、6、6、ここに6、ここ6あるからね。はい、でここまで来た、459やね。4、5、4、5、1、3、7、3があるから、1、7で、ここ3、3、3、7。あ、ここ1やね。3、7、あ、1だ。しゃあ、1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 、
4 5 7 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 4
1、5、1、5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